名盤ラジオ。こんばんは、名盤ラジオです。この番組は僕ら音楽好き3人が好きなアルバムについてお酒を飲みながらダラダラと語っていきます。名盤ラジオ、今回もよろしくお願いします。拓也です。こんばんは、N ゾウです。こんばんは、秀樹です。という3人でお送りしていきます、名盤ラジオ。前回までルナシーでマザーとスタイルという1994年と96年のアルバムを取り上げてきましたけど、今回から話をしていくのが X ですね。 X のブルーブラッドっていうところですけど、まあちょっと僕ら X 語るとまた熱い話になりそうですけど、ついになりますね。 X まで来ましたね。ついに来ましたねまず今回 X ジャパン初回なので、まあ X というバンドがいかに偉大なバンドかっていうのを、まあひたすら語る回としてやっていきたいなと思いますけど、もうなんか X は話すことが多すぎて。多いっすね。もうちょっとなんかいろいろなんか思い出すな。いろいろありますね。思い出す。なんかいろんな自分自身の中でのこうエピソードがあったりしますからね。X の凄さみたいなところからまあ話していきたいんですけど、まあ相当広いテーマですけどね、これも。X の凄さ。改めてね、考えると何だろう日本のなんだ音楽の歴史において一番なんだフィールドごと変えちゃったバンド、っていう感じはしますよね。そうですね、確かに。なんかそうですね、そのなんかメジャーを変えるとかさ、世界を変えてやるっていうなんかあるじゃん、バンドのやってる人たちの、それを実現したしちゃったバンドっていう感じ。この音楽性で あれだけ売れたっていうのは本当すごいですよね。なんていうか、紅白とかね出て、このメタルじゃないですか、ね、音楽音的にはバリバリのヘビーメタルですよね。まあ、それでいてすごいキャッチーというかメロディアスな曲も、そこも受けたのかなっていうのありますよね。そういう二面性はね、そう。まあ X はもう本当に巨大ですよね。なんかもう巨大ですね。確かにその後のね、10年ぐらいを決定づけたムーブメントの爆心地っていうか、起爆剤になった人たち、ね。そうですよね。そこは本当に何というか、間接的に影響を与えたとかっていうよりは、割とこう直接的に影響を与えてる部分も相当大きいですからね。例えばまあルナシーとかも X がいなければインディーズのアルバムも出てなかった。でそうなるとその後のルナシーももしかしたら変わってたかもっていうところもあるし、まあそうですよね。あとグレーを最初プロデュースしてるのもヨシキだったりしますからね。だからそういう点とかも考えると割と直接的に影響を与えてる部分も相当大きいなっていう。日本の本当ロックシーンをね。ああ、まあ完全に変えた人たちだよね。ですよね。そうですよね。X 以上に変えた人っていないっしょっていう。いないですよね。そうですね。まあそのボーイとか有名なバンドっていますけど。そうそうそう。だからボーイはボーイで語られるし、ボーイに付随してなんかそのムーブメントって今思い返しても他にバンドが出てこないじゃん。そうですね。当時、まあ、爆竹とかも古いですけど。爆竹がちょっとね、ボーイのあれだけど、それはそれでまた X に近いそのムーブメントのあれにもなってるし、爆竹も結構 ね、特殊な立ち位置で結構語ると面白いんだよね。特殊ですよね。あれもすっごい特殊なんだけど。まあでも本当にそのフォロワーとか、あとなんか世間的にこう影響を与えたものの大きさみたいなところで言うと、もうダントツですよね。ダントツだと思う。まああとはやっぱりもうヨシキっていう存在が。まあそうだね、ヨシキ。その後、そのバンドとして以上の部分での存在感みたいなのも、まあこの10年、20年ぐらい。
そうだね。いやー、そうですね。本当に。だって天皇のために曲を書いたりとか、うん、万博の曲を書いたりとか、まあ、あとハリウッドの方で。うん、音楽監督やってるしね。そうそうそう。主題歌やってるし。いやー、YOSHIKIは本当唯一無二ですよね。ゴールデングローブ賞もやってるし。ゴールデングローブ賞のテーマ作っちゃってますからね。テーマ曲も。いやだってあんな、いないっすもん。あんなドラマであそこまで目立ってる人って、うん、あんな花の世界見渡してもあんな花のある人いないですね、うん、いないし世界で見てもいないですね、うん、それでいてピアニストとしてもものすごいじゃないですか、うん、YouTube のコメントとかでもさ昔からすげえ言われてるけどさYOSHIKIより上手いドラマーなんていっぱいいるよみたいな。いや、もうそれ、その、その論争、もそのね。すごい。いや、そりゃそうなんだけど、っていう。いや、もう本当にまさにそれを言いたいですね。YOSHIKIを語るのに、そこだけ見て語れるのは、もう、本当にナンセンス。お前はバカだろって。いや、本当に思いますね。でも、そんなの分かってるわって。そう。そりゃ意味がねえんだよ。テクニックだけ、うまいやつって別にそんなのいるかもしれないけどプロなんだからテクニックはさある程度のあれはあるじゃんっていう、そう、うん、そっから上のなんて言うんだろうスター性というかさ、うん、いや本当そうですね、その花のあるやつがもう勝ちなんだっていうさ、うん、あんなかっこよく叩ける人いないですからね、もうあんだけ首振りながらこうね、命削りながら、いや本当そうですね、あれなんかもう本当楽して、うん、その効率よくやろうと思ったら全然もうそうそういくらでもできる、そうなんですよ、いくらでもできるんですよ、うん、もう本当にそれをあえてあの叩き方をしてるっていう、そうなんですよ、だからもうその YOSHIKI テクニックないみたいな言ってるやつに、じゃあお前本当あんだけかっこよく叩けんのかそれは言いたい、そこはもうね、もうなんか分かってないよって、うん、いや本当分かってない、それを言うやつは本当分かってない、ね、でなおかつそのピアノピアニストとしても一流だし、うん、作曲家としても超一流だし、うん、ビジネス面を見ても超一流だしっていう、うん、そうなんですよね。そういう、そう。だから総合的に見ろよって思うよね。そうなんですよ。総合的に見ろって、本当に。スタジオミュージシャンじゃないんでね。そうそうそう。っていうのは。そう。まあ、ドラムも、なんか上手くないみたいな言ってるやついますけど、上手いですからね、普通に。はいはい、当然プロとしての、こう、レベルは、高い。ですからね、うん、もう、普通にだから、練習中かリハとかで落ち着いて叩いてるのを見ると、普通にテクニックあるもんね。そう、いや、ありますよね、本当、うん、でもそういうとこで勝負はしてないんだよっていうのが、そう、本当そこ、うん、かっこよさだし、そこですね。そうそうそう。まあ、いいじゃない、走ったってっていう。いや、もうそうなんですよね。気持ちをぶつける、全力で叩く、そこですよね。もう瞬間の美学ですから。なんか気持ちのっけで全力で叩かずになんかまあ、ね、力抜いてやられても全然何も来ないですからね。無難に言ったらね、YOSHIKIじゃない。じゃないです、じゃない。力でねじ伏せれるスタイル。本当です。そうですね。いやー。熱くなってきましたね。いや、そんな。ちょっと。なんかもう、すでにね。ちょっとあんまり。いや、もう、結構、YOSHIKIは、正直、本当自分にとってはもう神様みたいな存在で。まあ、そうだね。もうなんか YOSHIKIをスクリーンで見ると、ちょっと瞬間的に泣きそうになるっていう。そうだね。そういう、なんか、あるよね。ちょっと、あるんですよね。なんかもう。まあでも YOSHIKI は今も元気そうで、本当それが嬉しいですね。うん。体の具合はなんか悪いんだろうけど。うん、そうですね。ちょっとね、なんか気をつけてほしいですよね。首とか今どうなんでしたっけ？だやばいんでしたっけ？首も痛いには痛いとか、違和感あるとか、うん。結局そこは消えないっていうのは、なあ、うん、常々言ってるしな。いや本当命削って叩いてますもん、ね、いやそうですね、いやでもさ昔のさ
ジェラシーとかさ、ブルーブラッドとかのさ、うん、叩き方見てる、今見るとさ、うん、本当に危ねえよ。やばいっすよ。いや、やばいっす、やばいっす。本当にすごい。やばいっすよね。やばいよね。こりゃ、そりゃあかんよって思うよ。うん、本当に力でねじ伏せていく感じというか。なんかもう本当に死のうとしてるっていうかさ、まあ確かに。破滅の美学って言ってるけど。本当になんかそういう感じするもんな。しますね。ですね。まあそれが本当かっこよくて、そこにこう惹かれた部分もあるんですけどね、うん、当然。うん、まあ、本当にやろうとしたってできないもんね。普通の、うん、人じゃ。いないっすよ、ね。と削りながらやってるなっていう感じですけど。うん、ちなみに X との出会いみたいなところは、いつぐらいからこう聞いてたんですか？じゃあ、N ゾーさんから。中1ぐらいかな。それまでなんか、チャゲヤスとかさ、はいはい、ビーズとかがすごい流行ってて、で、なんかそれを聞いてたんだけど、割となんか有名な X ファンみたいな友達がいて、はいはい。その子と、なんか結構家族ぐるみの付き合いだったんで、夏の旅行とか行ったんですね。で、そこの車の中でも、その X ファンだから、その友達が、ずっと X をかけてて、で、それで、なんか、洗脳されていったっていう。なるほど、なるほど。いやー、なんだこれ、かっけえな、みたいな、いうのが出会いですね。でも、そっから帰ってきて、もうすぐレンタル屋に行って、X 全部借りてきて、はいはいはい、で当時カセットテープにダビングしてみたいな、うん、もうずっとそっからは聞いててみたいな。本格的にこう一つのバンドを好きになったみたいなところでいくと X 最初みたいな感じなんですかね。そうそのなんか今までこうみんなが聞いてるから聞いてるとかそういう感じで音楽を聞いてたそれぐらいのものでしかなかったんだけど、 X を聞いてなんかそれが自分のアイデンティティになったっていうか、うんうん、意識的に聞くようになったっていうのは X がやっぱ最初かなっていう。うんうん、なるほど。いや、これは違うっていう。うんうん、今までのとは違うし、なんかすごいぞっていうのが。すごいぞってなりますね。そうだね。ギターを始めたっていうのもそこがきっかけですね。あ、うん、その時はどこまで出てたんですかね。それジェラシーかな。ブルーブラッドとジェラシーで、ちょうどそのジャパンに変わる休止中ぐらいだったの。じゃあまだティアーズとかも出てない頃ですかね。そう最初に、うん、予約して買った CD がティアーズ。おあの目のシングル。そう。なるほど、なるほど。わざわざ予約して。予約とかって。予約。そうですね。すごい。時代を感じますね。予約。ヒデ君はどうですか？ X。X で多分中学校ぐらいだと思うんだけど、最初に聞いたの、ダリアだったんだね。最初、一番最初、なんかアルバムのそのブックレットの中の写真、うんうんうん、いろいろなんか一人一人の写真が載ってて、載ってるね。ヒデがめちゃくちゃかっこいいなって。いいね、あの座り方ね。そう。ヒデは常にかっこいいからな。初めてそう、ダリア、X の CD でちゃんとその、聞いたのダリアで、それ、うん、そのブックレットのヒデ、超かっこいいっていうのはすごい。ちょっとリーゼントのあれでしょ。リーゼントの、そうか。革ジャンで。うん、そう。革ジャン。めちゃくちゃかっこいいじゃん、この人。めちゃくちゃかっこいい、ね。それがすごい今印象に残ってるんですよね。もう巷ですごいやっぱ X すごい有名だったし、聞いてたんだけど、ちゃんとアルバムで聞いたのはそこですね。多分中学、中3とか、中2とか中3とかだと思うんだけど、まあそっから高校入って、やっぱ周りの X 好きなね、いっぱいいて。そうだね。そう。僕とヒデ君は高校から一緒なんで、ね、そう。お、X 好きなんだみたいなね。そう。ルナシーとか X とか好きなんだみたいな。それでまあいろいろこうライブの映像見たりとかね。そうですね。それでこうどんどんのめり込んでったっていうところがありますね。まあ僕も似たような感じですけど、うん、中学入って
てから、まあその頃やっぱりいろいろシングル出してる時代なんですよね。ティアーズ、ラスティーネイルとか、ロンギング、ダリアとか。で、あの頃ってやっぱ音楽番組も多いから、結構毎回毎回テレビに出てたりとかしてたんですよね。うん、だからその、そういう中でこう見て、なんかすんごいバラードやってると思ったらめちゃくちゃ激しい曲やってるし、見た目も派手だし、みたいな感じで。混乱するよね。そうそう。それでまあすごい興味というか、やっぱ多感な時期に刺激されますよね。で、それでなんかすごく聴くようになって、で、アルバムダリアが出た頃にはもう好きになってましたね。なのでまあそっから僕も振り返っていろいろ聴いてって感じでしたけど、ただやっぱ結構ちょっと振り返っていろいろ思い返してたんですけど、あの、96年のダリアツアーファイナルのビデオがあの出てますよね。97年になってからだと思いますけど、ビデオが出たのは。その、それで初めてその X の、まあ、テレビ以外のちゃんとしたこうライブっていうのを見たわけですけど、もうその衝撃たるやっていうのはちょっとありましたね。まあ確かに。東京ドームのライブで、なんかもう、うお、かっこいいみたいな。俺、それ、ダリアツアーファイナルの東京ドームかな。そうですね。それ、人生初ライブだと思う。おぉ、そうなんすね。行ったって、行ったっていう。おぉ、うん、すごいなぁ。めちゃくちゃ怖かったんだよね、X の。行ったら行ったでさ、その特攻服の人たちがさ、エンジン組んでさ、はいはいはい、そうですね、東京ドームの前でやってるんですよ。うわ、ね、うわ、怖っっていう。そうですね。あ、それは確かに。で、当時、ルナシーとかもすでに好きになって聞いたりとか、うん、まあ、それこそ、その時で言うと、ルナティック東京とかも、うん、あの、同じ東京ドームで言うと見てたりとかはしてたんですけど、そのビデオとして。X、それですごいなって思ったのは、なんかもう一人一人の存在感が、なんかもう段違いにすごくて、うん、その大きさはめちゃくちゃ感じましたね。一人ずつソロコーナーあったもんね。そうですね。そういうなんか独立した存在として、メンバー一人一人がこう立ってて、で、それがこうバンドとしてなってるっていう。その頃もうね、全員ソロ活動してるもんな。そうなんですよね。うん。ヒデとかはそれこそソロで M ステとかも出てたりとかしてましたし、うん、そういった一人でも全然バリバリやってるのに、うん、バンドとしては一ギタリストとしてやってるっていうかっこよさとかもあったし。うん、俺 X 知ったのがその前だから、そのヒデが I's Love You と、はいはいはい、50/50 だっけ、2枚シングル出したんだよね、同時に、うんうん、デビューで。それのシングルのジャケットをその CD 屋で見て、なんか X っぽいやつがいるなと思ってあ、 X の真似かなこいつみたいなX の真似しやがってよとか思ったらX の人でしたってすげえ覚えてんだよ。面白いだそれ。あ、なんだよヒデじゃんっつってあの頃ちょっとその前って金髪っぽくてちょっとで虹色で髪立ててるって感じで、ソロあたりになって真っ赤にしたんだよ。赤くなってましたね。ちょっとビジュアルが変わったから、うんうんX っぽいなこいつよ。なんかヒデじゃねえかっつって。なるほど。面白いな。この当時のその情報の少なさというか。そうそうそう。うん、ソロやるとか知らないから。確かに確かに。まあヒデのソロとかももうめちゃくちゃいいですからね。いいね。うん。その辺の話はまたおいおいって感じですけど、うん、そうですね、そうですね。まあでもとにかく X はでかいなっていうのをそのダリアツアーファイナルのビデオで感じたんですけど、なんか別格のでかさがあるよね X。 そう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 。ルナシーとかもすごいんだけど、そうなんですよね、別次元のあれがあるっていう、うん、それは本当に感じましたね。まあ、なんかいい悪いじゃないところはあるとは思うんですけど、ルナシーはまあ当時
本当に5人がもう一体となってるバンドっていう、その良さも本当あったし、まあそういう視点で見ると X はバラバラっていう言い方もできたし、うん、ほぼイコール YOSHIKI なんだけど、みたいな。そうですね。もうとにかく YOSHIKI の凄さは、そのビデオを見ても、なんかもう際立ってたし、まあそういう意味では、ルナシーって本当特徴としては、その5等分っていうのが特徴であり魅力であったけれども、うん、独立国家共同体って。そうですね。それに対してもう X はもう YOSHIKI が確固としたリーダーとして、で、みんな YOSHIKI を大将として慕ってるっていう、もうそのなんかもう特性の違いとしてありますよね。うん、でもその中でヒデとか、まああとタイジ、当時のタイジもそうですけど、うん、キャラが立っててこう主張してくるメンバーがいたり、うん、そうそうそう、でボーカリストなのに普通な人のトシがいてトシめっちゃ普通の人だからなでなんか変なパターっていうなんかギタリストもいるっていう変なおっさんがいるぞみたいなそうそうそう石塚石塚さん。石塚先生。石塚先生。そこも面白いよな。面白いですね。ね、よしだけでは決してないっていう、うん。やっぱりバンドなんだなって思うけど。そう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 、そう、そう、うん。そうですね。あの中でさ、あの石塚先生の存在ってさ、なかなかないよな。でも独特な存在だよね。いや、すごいっすよね。だってよしきに、おめえとか言える人っていないっすよね。パタ以外でいないぞ。なんかいつだかあの復活後ですけど、2010何年とかの、なんかニコ動とかのなんかイベントがあって、うん、でなんか、ヨシキとトシとパタとヒースがなんか同じとこに集まって、うん、なんか トークショーみたいなやつをやってたんですけど、まあ、当時そういうの結構やってたと思うんですけどね、うん、でなんか始まる前になんかもう始まってすでにパタが酔っ払ってるみたいな話になってでヨシキがパタなんかもうすでに赤いじゃん酔っ払ってるねみたいな話をしたら、おめえが来るのが遅いからだよみたいな言ってた言ってた。すごい、その関係性すごい。いや、もう、パタじゃないと言えないよなと思って。年齢ってどうなんだっけ、パタと同い年。いや、同じ。同じ学年とかなんですかね。うん、ヒデが一個上なだけで、同じじゃない。あ、ヒデ一個上なんですね。ヒデが、うん、そうそう、パタよりは年上で。そうか、年、まあ、年、ヨシキはそうだね。同級生だし。うん、そうですね。そこもまた結構なんかドラマ性があるっていうか、うん、幼稚園からの幼馴染っていうのはすごいよね。すごい。すごいですね。そこはもうどうしても運命というか、うん、それってもうだってどうしようもない部分じゃないですか。そうですね。ヨシキってすごいメンバー選んでたじゃん、うん、X でさ、めちゃめちゃメンバーチェンジ多いし、うん、そう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 、でそういう中で選んできた人たちとか残ってきた人たちが、うん、ヒデとかパタとかなんだけど、トシ、うん、だけは違うもんね。これだけはもう運命としか言いようがないっていう。そうなんですよね。なんかもうトシとヨシキの関係性だけでめちゃくちゃ話が、うん、いきますけど、まあ特に今現在でもうちょっとどうなのっていうのもあったりしますけど、うん、まあだいぶ途中もいろいろあってっていうところですけど、うん、ただまあ高校とかも一緒でバンドやってて、で、ね、まあ東京行くぞって言って音大ヨシキ行こうとしてたのもやめて、うん、もうトシと東京行ってバンド X やるって言って、うん、行って、うん、で今あった通りメンバーチェンジいろいろ繰り返して、結局なんかトシとまた2人になっちゃったねって言ってやってた、うん、何回もやってたっていう話もありますし、 その頃に結構YOSHIKIがね、もうダメなんじゃないかっていう、うん、俺たちはもうダメなんじゃないか、こんなメンバーチェンジしてっていう風になると年が励ますっていう、うん、うん、そうですよね。何言ってんだよ、俺ら全然いけるでしょっていう。そうなんですよね。その辺がまたね、
ていう風にやってきたけど、ヨシキがまあ、だんだんレコーディングに取りつかれて、いろいろまあ、年とちょっとこじれた感じになって、でまあ、年は年で、まあ、いわゆる洗脳っていう感じになり、でもう2人は、離れて、X 解散っていうところになるわけですけど、その辺の。その辺のなんかバランスが崩れたのは結構タイジがクビになったっていうのは大きいっぽいです。そうですね。タイジがすごい都市を認めてて、割と公にでも都市くんはすごいボーカルだっていうのを言ってた人、すごい都市を認めてた人なんだよね、タイジが。なんかそこすごい仲良かったみたいですね。そうそう。タイジは本当にそうなんですよね、うん、そう、そこね、まあ原因がはっきりしないっていうか明かされてはいないんで何とも言えないですけど、あまりいい形ではなくタイジをクビにしてしまった。そうですね、その辺からやっぱりすごい崩れたなっていうのはあるよね。タイジ脱退のところはまあいろいろ諸説ありますけど、まあ、ヨシキとしてはなんか約束を、うん、そうだね、男と男の約束を守らなかった、うん、守らなかったっていうのが許せなかった、うん、なんか本当いろいろありますよね、諸説。いろいろ諸説はありますね。まあいろんなこう素行の悪さをレコード会社が、まあそうだね、あいつ辞めさせろ的な、うん、タイジは本当ロックンロール的なね、クンロールって感じですよね。そうですね。うん。それがもうめちゃくちゃかっこいいわけですけど、うんうんうん、そうですよね。いち早くタトゥーを入れたりとか、だからあの時代のその X のかっこよさってすさまじいよね、うん、真ん中に、まあ、大黒柱でヨシキがいて、うん、ドラムのとこに、うん、で両サイドの両翼にヒデとタイジがいて、うんうんうん、そうですね。でね、フロント前にトシがうん、でなんかおっさんが横にいてそうそうそう、あのかっこよさったらもうないですよ、本当 X 時代は本当にそうですよね。そうですね、うん、ヒデもタイジも天才じゃないですか、もうなんていうの、うん、そうだね、あのレベルの天才が結構一歯車として、そうなんですよね、うんうん、自覚してるっていうか、うん、そのヨシキを生かすためっていう風にいるのがまたたまらないですよね。そうなんですよ。本当それがすごい。たまんないですよね。すぐ天才を抱え込んでるっていう。まあもうみんなリーダーですもんね。そうそうそう。サーベルタイガーのヒデとか。そう。大事は大事でリーダーでやってたし、ね。そうですね。そうですね。パタは知らないけど。パタはいつの間にかメンバーになってた。パタのちょっとその加入のなんかその辺のエピソード、どういう感じで入ったの？いや、あれだよ。なんか、どうなんですか、サポートで、ね、最初は。そうそうそう。ヘルプでちょっと来てくれって。ちょっとやってくんないかっつって。そのままずっと。そのまま居ついちゃったっていう。パタは本当面白いですよね。でもあんなさ、凄まじいバンドにさ、なんかふらっと居ついちゃったっていうのはもうすごいよね。すごいですよね。そのまま居ついちゃったってさ、普通できねえよなっていう。なんかもう、まとまりなく喋っちゃった感じがするけど。そうですね。ちょっとまあ、X を語るといろいろ取り留めもなく出てきますけど、まあもうとにかく大きな存在だなっていうとこですよね。うんうん、まあそんな X、次回からはブルーブラッドを取り上げて話をするというところで、まあ次回についてはブルーブラッドの制作、ブルーブラッドを作るまでっていうところにフォーカスしてまた話していきたいと思います。では今回は以上となります。X! 次回へ続きます。